ということで、ここからはとろサーモン久保田さんにお越しいただいておりますので、久保田さんのこう特技でもありますラップで、こう薄毛の悩み、またはこう薄毛あるあるなどをちょっと披露していただきたいなと思うんですが薄毛あるある、はい薄毛あるある、はい、ちょっとお願いしたいなと思うんですけど、あの久保田さんもこう薄毛を、ね、気にかけていらっしゃるということでしたので、この題材はちょっと思いを込めてパフォーマンスできるんじゃないかななんて思うんですが、どうでしょう。あ、頑張ります、はい、頑張っていただきましょう。さあ、朝倉さん、久保田さんのラップ見るのは初ですか。あ、さっき後ろで YouTube で1個だけ見させてもらいました。あ、そ、じゃあ生では、はい、あ、初めてです、もちろん。そうなんですね、初めてお会いしたんで、はい、じゃあぜひこうラップにこの言葉は入れてほしいみたいな希望があればちょっと聞かせていただきたいんですが。お題ですか。はい、ぜひ。いや、あのラップの方って本当に即興でやられてるんですよね。何個まで入れていいですか。何個まで入れていいですか。何個ぐらいですか。まあ、量にもよります。いや、 5個とか言ってもいいですか。 5? 俺プロちゃうよまあまあまあ、じゃあ3個だけでいいですかね。3個、はい、3個。じゃまずボーボーと、ボーボー、あとはブレイキングダウン知ってますか。大好きです、ブレイキングダウン、はい、あとは朝倉未来で、はい、はい、さあもう整ったようですね。では、すごいっすね、早速披露していただきましょう。イエイイエイイエイ、この薬使えばボーボー、髪がボー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 生えてくるよ、髪にはもう問題ない、もう満体、もう満体のもうはもうの字よ、もったいない使わないと、あ、朝見たら髪がボーボー、朝からくるくるみくる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 パー、そんな感じでやってるよ。ブレイキングバット、これ使わなかったらブレイクバット、下に下がる、いや、これがこの薬のいいとこ、これを振ろう、これを塗ろう、塗り続けて生え続けようよ、肺が貸した時に明かりがつむ、とも地肌の明かりではなく環境が明るくなる、ヨーヨー、これを持って鬼にかなぼう、俺みたいなゴミに学ぼう、イエーイ。お見事です、ありがとうございます。いや、ワードも全部入ってましたし、ちょっと圧倒されました。ムエザみたいでしたいや、かっこいいなって思いましたけれども、あのどうですか、朝倉さん、間近で生でお聞きになって。ガチなんだなっていう、なんか即興でやってるっていうのを僕知らなかったんで、なんかもともと決まってんのかなと思ってたんで、すごいですね、やっぱ。ありがとうございます。そうですね、ある程度決まったもののなんかベースがあるのかななんて思ってましたけど、うん、はいはい、今あの3つのワードって本当にこの場で聞かれましたけれども、はい、じゃあ入ってました、全部入ってました、全部。よかった。フル回転でこう入れてリズムを切って、結構難しいことですね。難しいですね。でも、まあ、これやっちゃうと難しいんですよ、その笑いどころができなくなるで、ラップって。今日は良かったです、いつもあのパワースポットぐらい静寂になるんで、はい、そうですね、まあ、僕 YouTube で年内に300万人、登録者達成するっていうのを目標に言ってるので、まあ、そこを達成したいですね。はい、ありがとうございます。久保田さん、いかがでしょうか。はい、個人的に朝倉さんのチャンネルとか格闘も全部見てきてて、このチャンスが来たと思いまして、先ほど、お話しさせてもらって、同期のダイアンの津田君と結構僕仲が悪くて、はい、で今度ブレイキングダウン出してくれないかということを言いましたら、もう2秒3秒で OK ですと。今年ダイアン津田と僕の試合が前節で見える可能性が高いということですね。それを楽しみにしてます。朝倉さん、いかがでしょうか。まあ、対戦相手がね、逃げなかったらじゃないですか。どうなんですか。あ、逃げさせないです。さっきマネージャーにがっつりスケジュールをさせていただいてじゃあ11月3日、はい、はい、ちょっと、はい、やらせて考えてお願いします。